しもし、かほこです。はい、今日はですね、また髪を染めたいと思います。次は、紫かピンクにしようかなと思ってうまくできるかわかんないんですけど、ちょっと洗濯回してるからちょっとうるさいんですけど、でこの髪色の上からピンクのマニックパニックを染めても変な色になっちゃうので、まずブリーチまたブリーチをします。はい、また痛みますね、髪が。ビューティーン、メガメガブリーチ。ではブリーチしていきます。はい、ということでこれから髪を染めようと思うんですけれども、まず顔を洗いますね今回はホットホットピンクを使います。でそのまま使ったらすごいどぎつい色になっちゃうと思うので、まあ、それもそれで可愛いんだけど、今回は薄い色にしたいからコンディショナーを混ぜていきたいと思います。じゃーん、綺麗なお色味ですね。あんまり入ってないんだけど、私は髪が短いので足りるはず。赤と青も少し混ぜてみました。携帯の容量がないみたいなので急いで撮らなきゃいけない。混ぜたらこんなに綺麗な色になりました。わかるかな、こんな感じ。ここにトリートメントを入れていきます。Push, push, 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 push me. Push me, and then just touch me. Wow, 入れすぎた。ねるねるねるね、ねるねるねるね、ねるねるねるね、ねるねるねる。Strawberry. こんな感じでね、混ぜたので塗布していきます。洗面所でさ、髪染めてたらさ、ちょっと怒られるので急がないといけない。多分この状態で今誰かが帰ってきたらすごい怒られるので急がないと。洗面所を汚したらね、もう殺されるよ私。だから綺麗に使わないといけないんだけど、塗っていきますね。いきます、せーのでもこの髪色マルフォイに似てるからすごい名残惜しいんだけど、ダメだ私はいちご畑になるんだ。せーの、マルフォイさよなら。あー、ついちゃった。もう元には戻れません。この根元のところがさ、茶色いからさ染まりにくいんだよね。こういう白いところは染まるんだけど、ふん。ちょっと携帯の容量、携帯のあの容量がなくなってるってさっき怒られて、携帯にそれで動画をねたくさん消しまくったんだけど、また怒られたら嫌なのでちょっと切ります。ごめんなさい。切れない。じゃん、Yes! こんな感じになりました。
どうかな。すごい上の方は汚いんだけど、なんかオレンジとピンクのグラデーションみたいな感じで、あの可愛いかなって個人的には思います。なんか今日漏れてるかも。今日はねちょっと強そうなメイクにしてみました。いつももうちょっと薄いんですけど、今日は結構濃い。後ろはこんな感じです。結構汚いと思うんですけど、まあムラがあっても可愛いんです私って。ムラがあっても可愛いの。どうしよう。シャバドゥバシャバドゥバ、シャバドゥバ。こんな感じです。多分ねすぐ髪色落ちちゃうので、そしたら次赤か。このピンクだからさ、ピンクだからこの上から赤入れても全然変じゃないので、そう紫か赤にしようかなって思います。次は ということで今日はピンクの髪色に染めました。イエーイ、最高。かわいい。はい、ということでこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバイ。